よし、これでできたでしょう。お待たせしました。いやー、ようやくこれで大丈夫かな。配信できてるね。ロッテさんお疲れ様。いやー、ちょっとお待たせしましたね。OK かな。これでサムネも変わったかな。OK、 変わったかな。更新がされませんが、多分変わったでしょう、サムネは。まだアカウント返しておりません。はい、ご愁傷様です。 よし、 OK。 よし、やってっか。いやーね、今日はちょっと多分めちゃくちゃ打たれるだろうな。なんか今日知らないけどすごいランク戦打たれまくるから、もうそういう日なんだろうなって思いながら配信を開始したんですけど、なんかね、ちょっと配信アプリのなんか設定がよくわかんないことで、なかなか配信開始ができなくて、お待たせしました。今日卒業式。あーねー、俺もあんま写真撮ってないな。数枚、1枚か、わかんない。友達と撮ったのが1枚で、まあ、全体の1枚、クラスの1枚とか、そんな感じだったと思うな。今日ツイートもしたからこれかな。よし、今日アホみたいに打たれてるからな、やばいんだよな。なんか点取れなくて負けてるんじゃなくて、点取ったけどそれ以上に点取られて負けてる試合が多くて。あと、なんだっけ、これイベント、もうそれエナジー使わないと終わんなくないって。このイベントマジで終わんないんだけど、まあ、エナジーはなんだっけ、鋭角5連して、しかも OB その10連だけしてボーナスしてエナジーちょっと使ってるっていうね。だからそこまでしてやんないとって思って、サブアカの方なんてもっと低くて1300万ぐらいか。全然終わんないんだけど、このイベント。
もうギリギリだよ多分。サブアカはもうエナジー割ってでも早く終わらせないとって。あ、入ってくれてるね。宇野さん、宇野さん、まあでもショートアーティストなら、うん、まあでもそのサブアカ本アカ戻ってきたらやらないみたいな感じだろうかな。まあ、ゲットしてもって感じだけど、ショートアーティスト貴重だからね。アリーニーさんお疲れ様です。ランクやってないんでルームをお願いします。了解です。いいですよ。ペリンギンさんから先やろうか。藤川さんもね、なかなかコントロール決まんないし、岩隈さんやめようかな。マジで岩隈さん、得の出なさすぎて、ボコボコに打たれるし。いや、マー君の私立欲しいな。選択契約書引きて。マー君引きて。マー君が欲しいです。先発がね、やっぱちょっと不安なんだよね。どうしても点取られちゃう。今日7点ぐらい取られたのな、ピッチャー渋ってたら。あ、リンケン商店さんも入ってくれてるね。まあ、とりあえず先リンリンさんコメントくれてるから、リンリンさん入ってくれてるかな。入ってるね。戻ってきてた。じゃあ、まあ、このまま特に次お願いしますがなかったら次林健商店さんでやりましょう。ランク戦5連敗ぐらいしてる。打率と防御率が少しずつ上がってってるっていうね。せっかく防御率ね1点台切ったと思ったらまた打たれ始めたから、ね、卒業式の後に友達とガストにテリアタイしたんだけど、ガルベスボコボコに打たれた。ガルベスねきついと思うよ。正直ね打ちにくくはなかったもんね。やばコントロール。いや本当にねコントロール持ちピッチャーがどれだけ楽かっていう、まあ、コントロール持ちでも発動しなきゃ一緒なんですけどね。岩隈さん岩隈さんマジで特能が発動しなくて困ってる。消去しとこ、なんかめちゃくちゃ打たれそうだった。振らないか。5球目は何で来るか。うわコントロール危ねえ。ボール球になると思った。これ今日これめっちゃ打たれたんだよ。アウトコースのフォーク。いや関係ないよもうそのくらいとか。ガルベスはそんなに打ちづらくないからね。でもさすがに常人でランクが常人でガルベス打てるのはちょっと意外だな。そんなに通用しないと思ってて、さすがにねえそのランクだったら通用しそうな、さすがにガルベス通用しそうだと思ったけど、うん、アリンケン翔太さんお願いします。大丈夫ですよ。次やりましょう。これねポテンヒットになることが多いからね怖いけど、あのボール球に決まるとだいたいライト前ポテンヒット。今なんか守備位置変更するの忘れてて、あとね今日なんでこんな試合負けてるかってね、あれなんだよね、嫉妬、もう毎試合嫉妬ホームラン打たれてるみたいな感じだったから今日。
本当投げるためねえな。あ、待って、ナイス、ど真ん中間違えた。いや、インコースカットとかボール球のカット、いや、さすらが入りそうだな。あ、OK、ナイボ、いらないね。じゃあ長径してアウトコーススライダー打たせて取るみたいなね、これいいんじゃないの。あ、まあ、長径しなくてもよかったね。マジ今日は本当嫉妬しないことを気をつけて、でも嫉妬しちゃうからね。今日の嫉妬率はやばいな。毎試合1回ぐらいは打ったから、そのせいなんだよな多分。打たれたのいくら打っても勝てない、いくら打ってもってほど打ってないんだけど。ナイボール、そうだ、ファイナルミキサー、そうファイナルミキサー、先週吉田だったんだけど、その吉田の正隆の方1人だけ61レベルぐらいまで上げてるから、あともうストック経験値で今日ミキサーにしよう、ファイナルミキサーしよう。県には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、やっぱり次ノーボールワンストライクです。高め際どいがボールになります。156キロ。ナイスセン、ナイスセン、いいよリーダー、ホームラン打ちたいな。152キロ。いやちょっと危ねえ、すごいゲッツ。ランナー2塁だけどさ、あの感じの当たりだとファーストライナーゲッツーが怖くてさ、まあ、ランナー1塁、一瞬ランナー1塁だったっけみたいな感じで、外子はここで出すのか。いやまあまあ外子は何だっけかな、外子じゃなくて、なんかね、外小林より知能が苦手みたいな投手いたんだけどね、京都とかって思って忘れちゃったんだけど、誰対戦したっけ。あ、やばい、ボートしてたストレートね。いや、ちょっと待って全然ダメだった、全然反応できなかった。大きいの待ってて小さいの、どっちがいいんだろうな。大丈夫大丈夫、今日外小葉投手引きずり落としたからランク3で大丈夫、今日は打てる。やめろよ、配信になると打てないみたいなの良くないよ。いいよ、まあね、スピ統一だからね、このルーム A ランクだけど変化量大きいから。こんばんは、初見です、いらっしゃい、よかったらよくしてください。 OK、 うーん、引っ張りすぎか。 OKOKOK、 ちょっと追い込まれる前に捉えたいね、外側投手ストレートも気をつけながら。よしよしよし、いいよ、ボール先行です。大きいナックルを気をつけたいね。あ、なんか変化量こんなもんだっけ。もう疲れたんじゃないかっていうぐらい変化量小さく感じる変化量小さく感じるって言いながら打っちゃって、結局1点しか取れてない。上沢投手不安だな。じゃあ交代しよう。藤川投手どうやったら抑えられるの。藤川投手で俺は藤川投手めちゃくちゃ苦手だから打てないんだけど、ランク戦で使うとボコボコに打たれるからね。無課金
無課金初心者超高速ちょっと待ってくださいね。ルームしたいです。全然大丈夫ですよ。内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。ルーム番号ちょっと忘れちゃったんで、いい球でしたね。この試合終わったらちょっとねメモするんで、次が林健商店さんなんで、その次次の次でちょっと待っててもらえれば大丈夫ですよ。コントロールがな、コントロールがな、藤川さんブレるんだよな。なんでこんな藤川投手ブレるんだろう。甘めに投げるしかないな。おお、すげえゲッツーしたな。バッターは7番に入っている菊池。マリーンズダブルプレーでランナーなくなりました。内部珍しい。俺の藤川投手があんな際どいコースに投げられるなんて珍しい。ランク戦煙突なしだと、スピ負けするから ね、 ちょっとね、制球の面が不安すぎる。ルーム番号が あと何でしょう、ゲーム内の名前教えてもらえますかね、笹倉さん。この次、この試合の次の試合、多分ね、動画ルテさんのそれ多分動画遡れない、動画で配信遡れないっていうのはなんかねよくあるから、ちょっと待って、9345、ありがとうございます。名前この次でちょっと待っててもらえると、お願いします。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。極み2人、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。多分俺低めきっちり投げることができる、この配信を始めた頃極みゼロじゃなかった、ゼロはないか、でも本当にそれくらいだったの、配信始めた頃。いやでもね、極みの数少なくてもね、打てる人は打てるから。ここは落としてきました。ストライクが入りません。 OK、 ナイボール。ちょっと怖かったけど今の。バッターは2番に入っている菊池。上手い人はね、全然 A ランクとかでもね普通に打ってくるからね。クマさんこんばんは、いらっしゃい、よかったゆっくりしてってください。とりあえずいいや。なるほど、同じところ。結構ね、ここのツーシームねブンって空打ったりする人がうまいね。うまかったわ。公開会で糸井の TS 来ました。それは強い。そんなそんな運いいことある。俺ランキングめちゃくちゃ走って頑張ったのに。ああ、糸井さんの TS ね、俺めちゃくちゃランキング頑張って走ったのに。まあね、運いい人はそうやって当たるんだよね。羨ましいよその運が。多分ね、ちょっとまあツイッターでもねツイートをこの前したんだけど、ゴールド契約書、5まで、グランドオープンまで、グランドオープンまで持ち越せないゴールド契約書をまとめて聞いたら、20枚ゴールド契約書で4枚 S 出ちゃって、でこの前ボーナスのために今やってる OB のガチャやったら1枚 S 当たったし、まあ、OB じゃなかったけどね。リニさんありがとうございました。いえこちらこそ。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ちょっとね外コーバー怖かったけど、なんとか1点取れてよかった。初球は何から入ってくるか。待ってこれ誰、ちょっと待って、大貫さんは変化球な、通信カットスライド、高めのボール、打球は伸びない、ボール球だったかな。バッターは2番に入っている柳田。大貫まずは先頭バッターを打ち取っています。グランドオープン前にちょっと引きがね良すぎちゃってね。いやー危ねー、抜けた。
多分グランドオープン後のやつは爆死すると思う、ガチャ。マジでね、なんでここで引きよくなるかな。別にいる S ランクだったとかそういう話じゃなくて、 S ランクがそんな当たること自体がね、運良すぎるんだよ。なるほど、そうですか。ちょっと前まで引き悪かったのに、なんでそんなね、グランドオープン直前でここにガチャ運持ってくのかよくわかんないよ、本当に。てか追い込まれてんだよ、ちょっとなんか普通に喋ってたけど、よく見てこう。いやー、これダメだ。正面超高速したことないから絶対。まあ、あ、ちょっと待って、長距離。いやー、もう最初マジで、あの大会ルールじゃないけど、このランク戦ルールですら球速くて見えなかったから、ね。まあ、今でも見えない日はあるけど。ほぼ感覚で振ってるからね。このボールの回転なんて全然今でも見えてないからね、ほとんど。もうミートーチえぐ。ミートーチであんな飛ぶ。表計されてるから、ミート落ちで前に落とそうと思ったら超えたんだから、ね、砂田投手わかんないね、こういうね、全然リアタイで当たらないような投手が一番怖い。ちょっと定位置ね、やばい、危ねー。 A ランク以上が出るガチャあるじゃん、うん、1つ目と2つ、やばっ。まあ、自チームじゃないところでか、多分自チームロッテ引いてたからね、そこで引けたらラッキーだったけど、いやでもやばいな、あれほぼ S ランク当たんないからね。A ランク確定ガチャって、 A ランク以上確定ガチャ、でも A ランク確定ガチャじゃなくて、違う、 A ランク以上確定ガチャだけど、もうあれ実際 A ランク確定ガチャだと思って引いてるから、本当にね。いやでも何回かだけ当たったことあるか、サブアカで当たったんだっけ。なんか単打だらけなんだけど、なんでこんな、なんでこんな単打ばっか打つの。ホームラン打ちたい、ホームラン。ホームランで強制。タイピンか。選手弱いからミスも頑張るし。いやー、ちょっとね、まあ、あんまり課金しないように課金しないようにと思ってるけどね、ちょっと一回課金しちゃうとね、もうあんまり、早っ、リーダー早っ、わ、内防いいね、そのボールさらっと追い込まれたけど、ここで大谷さんがホームラン打つんですよ。早いよ、ストレートご了承だな。はい、まあ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 、ちゃんとね、次抑える。いやね、普段はそんな課金しないのに、なんか定期的に期間限定みたいな、安くエナジー買える時だけ買ってるんだけど、ちょっとね、去年のダルセルだけはね、めちゃくちゃ課金しちゃったからね。去年やばいね、去年プロスピちょっと配信でガチャしたくさん引いたし、めちゃくちゃお金使ったな。いくら使ったか分かんないけど、1つ目が牧原で、2つ目は浅村も分かりやすい。それ浅村選手はね、まあ、今ちょうどこの浅村選手、あ、いいね、 OK、 ありがとうございました。いいね、千賀選手で抑えられた、ナイス。千賀選手ね、ハマると強いけどね、まあ、結構コントロールが悪いかな。まあでも結構ね、あの無課金でやってる、まあ、自分のサブアカもあるんですけど、無課金でやってても極み今何体ぐらいだろう、
願いします。ちょっと待ってね、サーブアカ今極み何体ぐらいだろう。この極みに2人って言ってるうちの1人が長野さんってことか。あれかな、カープチームカープだったのかな。無課金でやっててもね、長くやってれば、無課金もこれ1年以上やってるけど、極み20人いるからね、頑張ってるよ、無課金で、サブアカの方は。ありがとうございます。やはり大貫、砂田では通用します。まあ、さすがにリアタイ向きの吸収じゃないからね。大貫投手はまだそのスラカットはあるからちょっとあんま書いてない。スラカットはあるからまあコントロールかな、難しそうだな。あれ大貫投手ってコントロールついてたっけ。うん、サブアカ無課金だけど20人、極みでしょ、極みの選手は20人いる。そうですね、理想的なピッチングだと思うんですよ。まあ、1年以上やってるからね。もうほぼホークスの選手だけど。サバーカホークス純、ホークス純正とかホークスで揃えてるかな。え、てか超高速初めてで引っ張れるの？それが驚きなんだけど。そしてマウンドに上がるのバッターは糸井、相手を0点に抑えてこれから1回超高、超高速でいいんだよね、ランク戦ルールって。超高、違うか、高速、わかんないよ、大会ルールがなんだっけ。ノーマルプラスなのはわかるんだけど、超高速フェード、超高速フェードか、高速フェードか、これ超高速じゃないから、だから打てない。決まった、やばい、ちょっと喋ってた。集中して、試合に。あ、やばい。何来たか分かんなかった。反応できなかった。追い込まれるのにやっぱね、捉えたい。変化率ちっちゃ。カットとスライド、あ、見えなかった。ツーシーマーいいか、D か、それくらいだね。いやー、意外と落ちた。本若でも7人いや、なんでそこ。でも5年、あれ、5年もやってんの、ちょっと待って。すげえ。ちょっと待って、5年もやってたんだ。5年って、何？やばい、全然打てないじゃん。2017とか18か年ぐらいからやってるのか。今2020年、全然引っ張れるっていうね。俺、見えてる。ナイボー、これボール球ね。1回クロスピ消したんだけど、一応リリース投手書いてる。ああ、なるほどね。あ、翔さん、オーツ。ランク戦、急性目指して頑張ってるところだもんね、翔さん。あとどれくらいだっけ、星。勝ち星。タモちゃん諦めた？なんかやってるっつって、やばい。あと何個みたいなことでツイートしなかったけど、あれ違ったっけ？最近、プロスピのツイートめちゃくちゃみんなのいいねで回ってくるから、時間ないから諦めた。みんなと同じ千賀由伸、ダルスガのあたりでつまむね、お前の状況。あー、わかる、でもその気持ちは。なんか、みんな使ってない投手を
輝かせたいっていう、わかんない、そういう俺の気持ちはそんな感じだけど、なんかね、正直ありきたりすぎんだよね。それもあってブライアントをね長年使ってきてるっていうのもあるんだけど、たまに俺ランク戦で入れてるからね、ブライアントで、ずっと入れてたら、なんか途中からブライアント調子悪くなって、ゲッツーのプロになったから1番の糸井さんがヒットで出て、2番のブライアントが必ずゲッツーするみたいな感じになっちゃったから、ブライアント外したけど、それまではブライアント使ってたからね、ランク戦で。あのスピリッツで600個だけど、ね、もっと時間ないから、まあ、きついよな。ちょうど打ちだから、ちょうど打ちたい、ちょうど警戒だから、いいコース投げる。そんなこれ見るとそんなコントロール良くなかった気がするから、ちょっとタイミングが、いいね、ミート打ち、これぞミート打ちの中で、さっきのノリさんのミート打ち、なんかレフトの頭越えるっていうバカみたいな当たり打ったかな。めっちゃ振り遅れてる、早い。いや、なんかしょぼい、なんかボール球振ってる。俺高校卒業したから、アカウントが返ってきたら一応名人を出す。名人って達人の次、ナイボー、めっちゃコントロールいいじゃん。よし、次やろうかな。了解。いや、コース、これ逃げる投手でそんな、こう、いや、タイミングが合わねえ。ストレートは今ぐらいのタイミングでいいんだろうかな。何してんの、ちょっと何してんのなんか振っちゃったんだけど、やばいやばい、急に打てなくなるやつ。今日どちらかというとね、ランク戦やってた時も伸びねえ、合格出てたと思うんだけどな。ああそうね、スピトイツ、そう、減突してない選手、俺もさ、この岩隈投手とか、減突してないし、まあ、ランク戦でも使ってるんだけど、この状態で、やっぱスピトイツだとね、そういろんな選手使えるのがいいよな、ね。と言いつつ、ブライアント入れてないんだけどね、ブライアント入れようか、オーダーに。みんな見たいでしょ、ブライアントのことは。あ、みんなブライアント大好きなんだから。刺さってるよ、ノリ、ノリのとじゃないや、岩隈投手が今タイピン出てたよね、さっき。この辺からボール球じゃない。うーわー、落ちきらなかったか。今日全然岩隈投手ね、こんな感じで得の発動してくれなかったんで、今日この試合めちゃくちゃ発動するけどね。なんだろうな、上手い人との、上手い人の打率が低いっていうラインがどれくらいなのか分かんない。俺からしたら打率5割って、2人に1回打ってるってことでしょ。めちゃくちゃ打ってんじゃんって思っちゃうけど、その上手い人の中で、まあ、上手い人、まあ球持ちとかさ、名人とか、名人以上かな。てか、なんで富崎選手を打とうとしたの。そう、俺からしたらさ、5割で下がっちゃいましたって、いやいやいや、もうめちゃくちゃ打っとるやないかみたいな感じになっちゃった。やば、ちょっと一回もうめっちゃ引っ張ろう。さっきからめっちゃ振る振るんだよな。この、あとキータの得能が全く出ないんだよね。まあ、ランク戦やってると。まあ、6割をその目指すラインにするのか。なるほどね。ちょっとフェード見てないな、今日この試合。まあ超えるか。
一応、いや打てねえ、全然コリネットよし打てなかった。読み方が ゆずすいさんでいいのかな。たいさんありがとうございました。とてもはランク戦が初めてってわけじゃなくて、これあれかな、多分超高速じゃなくてこれ高速フェードだから、あれなのかな、なんかめっちゃ初めてなのに打てんじゃんと思ったけど、これ超高速じゃなくて高速フェードだから普通に引っ張れるのかな。いや絶対高速フェード初めてであんなに引っ張れるっていう、俺の最初の頃とは比べ物にならないぐらいうまいからびっくりしたけど、え、引っ張られるんだけど、だって言うと思って。あざした、いえ、こちらこそ。翔さん、今、キュアアクアだっけ、キュアアクアだよね。あ、違うか、これか、多分。リーダーっていうか、キャプテンがね、キュアアクア終わったんだ。あれ？振り遅れないこととゴールダン振らないことで6割目指してるときね。あ、なんかオーダー変えてきたのかな。さあ佐々木のちいちゃんだ。佐々木のちいちゃんは、いやーもうね、ほとんど使ってる人いないからね、ほぼ初見なんだよね。翔さんが対戦するときに当ててくるから戦ったことあるだけで、他の人使ってるとこ見たことあるけど、持ってる人が少ないんだろうね。やばい、打てなかったやだな。てかまず強制されないことを目指せ。ナイボ、ちっちゃいナックルカーブで押していくか、ボール球ね。次はナイボ、いいね。あれ、なんか外コバ投手いいじゃん、コントロール。いつもねひでえコントロールしてるのに。あ、ちょっと待って、危ねえ、指離れそうだった。そう、いやまあそもそもそうなんだけど、動くストレートとツーシーム、まあ、方向が一緒なのがねまだ救いだけど、まあ、打ててないから実際今まで。OK、0点に抑えて翔さん、甘い、いいよ、クッションボールうまい。糸井さん、クッションボールうまかったな。そしたらまあここのナックルだよね、大きい方の。あー、それは良くないです。はい、それは良くないです。外コバ投手のねナックルカーブはここの縦線のちょっと内側ぐらいから入ると、でもこれベストピッチじゃないとねずれるんだよね。そう、こういう感じにボール球になってくれるかいいんだけど、少しでも右行っちゃうとボール球でねストライクゾーン入っちゃうんで、そこだけ気をつけ、やばいな、それも良くない、危ねえ。この辺だな。あ、やば、ちょっとマジ今日嫉妬やばいんだよな、ランク戦やってる時。なんでこんなランク戦嫉妬する、俺。あ、やばい、それは振らない。どうしよっかな、ちっちゃいナックル。いやー、ノリさんだったら取ってくれるかもという、まあ、無茶か、さすがに無茶か。ノリさんはね大体取ってくれるかも、安心安定のノリさんだな。 OK、 いやまあまあ翔さん2点に抑えたらまあでかいよ。
ただね、問題がね、投手が佐々木投手なんだよね。これはちょっと集中して打ちます。逆転したいんで。まず何を投げてくるか。初球ボール。いいよ。無駄球は振らないようにしよう。これが動くストレートね。反応よ。打球反応よ。絶対センター抜けたと思った、ね、そういう強さ持ってる佐々木投手。超えない超えないっすか。もちろん流さないとダメだな。投げるときは、いや投げるときも打つときも手でやってるんですよ。ボール先行です。タッチペンが慣れなくてね。いい球でしたね。 iPad Pro 使ってんのに手でやってるっていうね。いいコースに決まりましたね。いやストライク、ナイスボール。いいね。2ボール2ストライクです。打ちました。いやーダメだ、打たされた。これはショートバッターボックスには4番中村。これやばいんじゃない、懲罰交代させられるんじゃない。あ、しないか。初球って言っていく感じですね。なるほど、そうですか。いやー、なんか合ってないね。変化量が合ってなかった、今のはミートの位置がね。いやー、打てそうで打てないの、なんでなんだろう。めっちゃ別にね、球速くないしね、打てそうなんだけどね。バッティングも手だね、俺は。ないかな。これはもう1球ストライク取りに行こう。ストライク取りに行こうって言ったのにボール球になった。マジ。じゃあもうこの辺で正面で OKOKOK。 さあここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。なんかね、タッチペン、そうですね、ちょっと一時期やってみようかなと思って。甘い。危ない。タッチペン一時期やってみようかなと思ってやってたんだけど、いや甘いって。だから危ない。外コードし、もうちょっとボール球でいいよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。これはもう際どくボール球でいい。これは内へ外れます。たまにね、ここの甘い球投げるとさ、打ち上げることはないですね。翔さんに限ってそれはないようです。翔さんのショートはどうなってんだよ。もう平凡なショートゴロだったのね。なんか難しい球取りましたよね。ここですよね。ここをどう打ち取るか。いやね、あ、打たされたわーって言っても、俺もね、もう次の回のこと考えてたからね。さすがに外コバ投手きつくなってきたの。もうこれは最後もう一球。さあ4球目は何か。最後追い込みました。まあ、バッターも手を出してくる感じですか。次は早い球をしたいですね。ボール球ね。ボール球になってくれないかな。いやー、間が空いた。いやー、交代かな、さすがに。一応ね、まあ、多少は打ててるからね、これでも。あ、手でもね。藤川投手、いや、ガチャ掘りでいこう。翔さんガチャ掘り打てんだけどね。翔さんからガチャ掘りの打ち方を教えてもらったぐらいだったから、打てんのは知ってるけど、あえてガチャ掘りを当てるという。
内部内部だよ。いいよベストピッチ。オッケー。抜けた。まあこうなるんだよね、ガチャホリさんって。そう、下振っちゃえば打球上がってヒットになるんだよ、思いっきり引っ張れば。そこがね。あ、うまい。さすがに無理だったか、ガチャホリじゃ。ガチャホリ投手無理ですね。バファローズのピッチャーが変わります。左バッターさすがに残り2点になっちゃったから。意外と曲がるんです。ちょっと掛布さん嫌だな。掛布さんはもう超決させてもらおう。掛布さんはもう超決させてもらおう。さすがに、さすがになんで。甘く入ったな。さあコーンアバース、全出しバースけど怖いのではないでしょう。ここは注意しないといけませんね。そうですね。あー詰まってるけど、長径だったら取ってたな。長径にしよう。やっぱ長径こそ正義なんだ。ないぞ。この辺からボール球になるでしょ。それはストライク、それはストライクだ。ちょっとうまいこと決まんないな。この辺ね。オッケー、ベストピッチ。いや、いやーちょっとブレる。もう打ち損じ願って、最悪フォアボール。オッケー。もうツーシームでなんとかなんだろう。あー無理かな。ありがとうございました。完全に赤堀投手出さなくてよかった。わざわざ赤堀投手出す必要がなかった。歌、赤堀投手苦手じゃないこと知ってて。よしよし。よしよしじゃないわ。ちょっとね、いつもね、佐々木のちいちゃん大体2回打たせてもらえないからね。タイヤリです、こちらこそ。いつも1回の裏だけやるとかね、表だけやるとか、そういう感じになっちゃうからね。いやー、佐々木投手は別に打てそうだけどな。なんで打てないんだろう。マジで打てそうで打てない投手ランキング1位なんじゃないかっていうぐらいね。球速も速くないし、変化量も全然大きいわけじゃないのに、なんであんな打てないんだろう。おお、カープリボン持ってる。お願いします。ちいちゃん、ちいちゃん最強まで。あれ普通にランク戦でも使ってるってことか。それともわざわざ変えてきてるの。あ、そういや、なんだっけ、床田投手ってなんかこういう、あと待って、変化球が分かんない。あ、動くストレートね。待って、変化球が分かんない。分かんない、分かんない、分かんない。もう全部急ぎで全然、まあまあいいやいいや、多分まあ、そんな変化量大きくないし、なんとかなる。いや、なんとかなってないね。なんとかなってないね。ランカー使ってないの、さすが。
単純に俺が苦手だからかな。この回のバファローズ打線ですが、4球で打ちました。あれ菊池一塁アウトでフリーアウトチェンジです。今のでゴロになるのかな。さあこれからバファローズが守備につきます。バッターは西川、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。直近30試合の打率とかはね、一時期3割9分ぐらいまで落ちてたけど、今4割3分ぐらいまで上げてるけど、何せね防御率がね、なんかここ直近の試合もう、ね、4点以上確実に取られるみたいな試合ばっかだから、1試合3点、1試合だけ3点で負けた試合もあったかな。ちょっと待って先頭バッターを歩かせます。喋りながらやってると全然集中力が。初球は外、できれば低めを打たせてゴールにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。振り遅れてるか。あ、まあそうね、ギータの当たりも若干詰まってたからね。今日のショートはどうなの。ね、特大ファール、めちゃくちゃ引っ張る気持ちでちょっと振ろうかな。キャッチャー強肩ですからランナーも警戒してると思いますね。そうですね。サード取った。ゲッツーは取れないね。そしてバッターボックスには丸が入っています。カープ純正といったらこのね丸選手だよね。ここはしっかり切り抜けて主導権を握る。初球打ち、しゃあないしゃあないこれ。今見やらかしたわ。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。いや懲罰交代あるかなと思ったけどね。2球目は何で来るか。ボール球、よしよしよし、 OK。 結構ね石川投手5点ヒットが多いからね、使ってるとどうしても相手の人も5点ヒットが多くなるピッチャーだと思うんだよね、石川投手って。なんならボール球でもなんかちょうど落ちそうだもんね、ガヤの前に。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の。めっちゃ引っ張った。めっちゃ引っ張ったわ。先制のランナーがバッターボックスには5番。言われた通り実践しますよ。ランナーを1塁に置いています。カープピッチャーが変わります。そうね、待って、これまた外コバか。まずはアウトコース。外コバ振り遅れとか関係ないもん。気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。落ち、落ちる。よしよしよし。ちょっとストレート忘れてたから振り遅れたけど。さあそしてバッターボックスには逆にちょうどよかった。いい場面でいいバッターが続きますね。あー変化量大きいね、やっぱり外コバーは。こういったチャンスは大事にしないといけませんね。なるほど、そうですよね。こんにちは、いらっしゃいよ、かって教えてください。いいよ、ノースリー。ここで一岡投手、いやー一岡投手ね、俺も持ってるけどね。あ、ちょうどこの写真の一岡投手持ってる。19年のシリーズかな。これね、パワーフォーク、パワーフォークと普通のフォーク。でもこれタイピン出てるの、ちょっと見てなかった。やべえ、思ったより落ちた。タイピン出るね。あー前進守備。いやわかんねえ、パワーフォークなのかフォークなのか。どれくらい変化量あるかわかんないですね、こういうあんまり対戦しないピッチャーは。もうこの縦線よりねボール球行ってくれればもう見分けやすいから。いやー落ちる。わからん、ちょっと待ってね、どうしようかな。ちょっと多めに。いやー怖えな。外コバ慣れ変えてみるしかない。もう何、外コバ同士はまあ、なんか急速感で、あ、曲がってくるの遅いと思ってから振ったりするから。
でも一応かとしては分からん。低め、これは外れた。ルーム戦してるんですか。ルーム戦してますよ。いやー、危ねえマジで。もう思ったよりもうね、ボール2つ分ぐらい先を振るみたいなね、フォークねしないと。一応か投手変化量大きすぎて、あ、これ待って、タイピン出てないからちょっと気をつけないと。金子のちいちゃんは、ちいちゃんはまあ、うん、ちいちゃんは無理でしょ。わかんないもん、わけわかんないもん。あ、そっか、これムービングがあるように選手。あと何も、あ、無理。いやいや、あのムービングだけで来てもらえれば。ちょっと追い込まれたのは当たらなかったけどね。大丈夫、ムービングの打ち方はここです。いやあ、ラッキーラッキー、長径だった。ここでちょっと見すぎた。入ってくる。もともとストライクだったかな今のコースは。こんな感じかな。うん、ムービングだけだったら、ストレートとムービング持ってる投手とかだと、もうちょっとあの特に超高速ルールとかだったら、大会ルールとかだったらわけわかんなくなりそうだけど、姉子のちいちゃんの方は無理ゲーだよね。そうだね、確かにそうだ。でも堀江投手は嫌いなんだよね。曲がる。いまだにその A ランクでさ、金子のちいちゃん出してくると空いているけどさ、マジで強すぎるからやめていただきたい。もう勘で振るしかないからね。あれこそ1、いやー、怖い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 。もうそういうボール怖い。いや、ボール球、ま、さすがそこまで落ちてこなかったな。フォーク、フォークってか、あれなんだっけ、チェンジアップだっけ。ピッチャー変えようかな。いや、まあいいや、とりあえず。ここでバファローズ守備を変えてきました。カープ最後の攻撃になります。打順は6番、まあ対戦経験が少ないっていうのもあるから、そもそもそんな持ってる人がいないからね、金子投手。あー、高い、それは、うん、高いですね。バッターは7番に入っている相澤。バフローズ最終回で点差を縮められています。普通に則本投手とか嫌いだけどね。さあ、ここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうかね。則本投手と、そうですね、この起用に応えたい。なんで全部さ、シンカー高い方行くの。結構下目に投げてるつもりなんだけど。 OK、 ここは打ち上げています。坂本が抑えています。ワンアウト。バッターボックスは8番。まあね、今日はちょっとね、連戦やってても打たれまくる日だから、ちょっとあんまり投球良くないんですよ。よ、ツーアウト。もう怖いから、これ以上バッター回さないでくれ。ナイボ、いいよ。これが2球目。これもボール球、OK。ナイボ、ありがとうございました。いや、ちょっと純正だから、俺も純正で試合すればよかったね。外角引っ張っても飛ぶね、飛ぶよね。打つ、なんだろうね、何が。どういう理由だとアウトコースに引っ張って飛ぶのかよくわかんないけど、俺もまあアウトコース引っ張ってホームランなんてね、ザラにあるし、ザラにはねえな、ザラにはないけど、たまにあるし、全然ね、外角引っ張ってもホームラン打っているからね、このゲーム。相手の球威とかの問題なのかな。ちょっと待ってね。まあ、とりあえず今コメント欄で次お願いしますとか言ってくれてる方はいないので、
誰か一人、やっぱりこの男でしょう。違う、はい、ブライアント、みんなこの男が見たいんだろう、俺が使うブライアントは。俺の配信って言ったらね、ブライアントだからね。14球で無視満塁、どういうこと？ちょっと気になるな。まあね、外角、あれ、抜かれちゃった。あ、ちょっと打てない。まあいいや。純正対決？あ、翔さんって純正どこで作ってたっけ？いやー、どういうことなんだ、14球で無視なんて言って。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、お願いします。今日は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらの、おー、全出し対決、ここ注目ですよね。あ、そうか、巨人か。あ、そうだよね、巨人。ツイッターでも見たな、そういう。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。第2代坊だ、誰のことでしょう。よく見ています。第2打相棒って誰のことでしょうね。次が3球目、いいボールですね。ちょっと菅野投手久々だから変化量が分からないから、ちょっとまずい。あ、ちょっと何してんのちょっと何してんの。まあ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 、ちょっとね、ブライアントちょっと気捉えすぎちゃったブライアントのせいにするけど、オッケー、オッケー、ブライアント、ナイス。マーティン、マーティン、マーティンもな、ミートちっちゃいんだよね。まあ、ブライアントもそうなんだけどさ、ミート上がんないし、得能で。マーティンに関しては得能上げてないから、確か。いやー、ちょっと、ミートカーソルが合ってないな今日。第3代大城いないんだよな、相棒 S ランクいないんだよな、相棒のくせして S ランクいないんだよな。あ、あつさかさん、こんばんは、いらっしゃい。このシュートがね、マジで打てない。今たまたま打てたけど、参りました。いやいやいや、絶対1点ぐらい、余裕で取ってきそうだから、もうちょっと俺は追加点を入れたいよ。いやー、ちょっと、なんかさ、もう長打打ちたいんだけどな、俺。今日単打多いな。長家のミート打ちにしよう。すぐミート打ちに変えたら。名前、荒川ホワイターズさん。荒川ホワイターズさん、試合やりたいってことで大丈夫かな。名前教えてくださってるってことは。ぜひよろしくお願いします。まあ、ちょっと翔さんのね、純正、対決の次、だから次の次か、この試合の次の次、そう、この試合の次が翔さんで、その次が、あ、でよかったら荒川さん、入っててもらえればぜひやりましょう。いやー、何もったいね。抜いたタイミング、S いなかったら A でもいいよ。 A もすぐ溶かしてるからな。もうちょっとね、大城選手にはちょっとトラウマがね、もうね、嫌すぎる。
もう去年のベスト9の悪夢が蘇るからね。最初は変化球できました。いや本当にだってサブアカの交換会で来た時びっくりしたもんね。サブアカまで侵食されてきてるって、大城に侵食されてきてるみたいな。巨人純正やってる人からしたら大城選手とか絶対欲しいとこなんですよね。一郎さんやっときますね。ですね。一郎さんみんな取りに行くでしょ大体。俺も絶対取りに行かなきゃ。だってオリックス純正作ってんのにね、イチロー選手を取りに行かないなんてありえないからね。じゃあ荒川ホワイターズさんの次、厚高さんでちょっと待っててもらえれば。これボール球ね、これボール球。いやストライク入っちゃう、怖い。あれボール球になるといいんだけど、このねツーシームと。オッケー、いいよ。速い球で落ちてこう。これボール球ね。ただね、ちょっと、そう、コントロールがね、上沢投手。ちょっと打たせよ。ボール球になっちゃう。あ、いや、いいコース。オッケー、オッケー、オッケー。どうしようかな。この試合終わったら、ショーソンとの純正対決のためにオーダー変えるから、そのついでにあのミキサーやっちゃおうかな。ファイナルミキサー残り2回余ってるから。いやーこれ全然振らなくていいな。なんでもったいないな。ヤクルカーブ振りに行かなくていいや。追い込まれるみたいなね。バッターボックスには代打の大谷。スピード率、そう、スピード一律、イチローより早いアカウント返せって。いや絶対それだよな。もうアカウントないのはもうかわいそすぎる。それを早く返してあげてって。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。インコース決まった。安心か。インコースのスライダー下されそう。バッターよく見ました。さあ5球目は何か。それアウトになっています。ナイスボールだな。先ほどの打席、あ、徳野上げてなんかピッチャーしのぐらい見てね。まあ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 さすがにね。あれ、セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。ミートカーソルがちょっと合ってなかったのとタイミングが遅かったかな。ちょっとね、上沢投手、でもタイピンついてない状態で出してもな。中杉の投手とか抑えのね、ビエイラとかね、あんまり強くはないからね。まあ上沢投手もそこまでって感じなんだろうけどな。俺は苦手だけど。別にホームラン打ちやすいバッターとして出てくるわけでもないから、俺はね、一応オリックス純正を作ってるからちょっと取りに行かないとっていう感じはするけど。ランキング、そうだね、ランキング、いるかな、ランキング。あ、でもなんだっけ、契約書ってことか。変化球わずかに外れました。ボール先行です。確定で、でもどうなる、優しさで、コナミさんの優しさでランキング。あ、でも熱血カーニバルだっけ、なんかコラボは決まってるんだよね。確かツイッターで言ってたよね。あのタカさんの時と一緒。オッケー、いいね、上沢投手がハマって抑えられた。ちょっとね、全然打てなかったけどね。熱血カーニバルでいいんだっけ、コラボイベントのタカさんとの時のと一緒なんだけど、イベントは決まってるから。あ、でもどうなんだろう、コラボ第1弾
がそのイベントで第2弾がガチャみたいな感じで書いてたけど、期間って被ってたっけ。あ、熱血じゃなくて対決カーニバルか。あのこれイベントは決まってるから、あれってランキングあったっけターニングポイントとこの今やってる、これ今やってるやつなんだっけ。このイベントほんと長くて好き嫌いなんだけどさ、プロスペ応援なんかだからランキングあるけど、あ、順位予想してない、順位予想もしてないし、なんだっけ、あ、これはやったか、その四国大九州、中国四国大会九州沖縄大会の予想、なんかツイッターで名前見たこと流れてきて名前見たことあるなとか思ったせい人とか適当に選んだりしてるけど、順位予想はまだやってないの。誰どうしよう、それもちょっと迷ってんだよね。だからそれも聞きたかった、みんな、あの見てくれてる人たちに、みんなどんな感じって予想するならどんな感じって聞きたかったところではある。どうしようかな、オーリー純正で、ついでにファイナルミキサーをしちゃいましょう。エナジーもらえるからね、やらないと。ね、応援団マジでめんどくさいよね、ほんと早く終わってほしい。とりあえず投入するのが先週当たった吉田正尚選手、ちょっとまあ配信までに間に合わなかったのでも経験値突っ込みますけど、この吉田選手と、もう一人はどうしようかな、オリックスの。そうね、佐藤選手でいっか。現役はね、ちょっとね、さすがに残しておきたいっていう感じはするから。同一チームで。まあ、ラオウとかね、紅林選手とかね、ゲットできたら嬉しいんですけど、はい、じゃあ誰に変わるでしょうか。ターニングポイントの嫌い、まあどっちもポイントがね、累計のポイントがだるいやつは嫌いだけどね。ターニングポイント、いやどっちもめんどくさいな、ちょっと打順変えたりしないとうまくポイントたくさんゲットできるようにできないから。さあ誰が出る。あー、まあいいか、ニューだから A ランクないけどなまあまあまあいいや、新しい選手はねいいですよ、ありがとうございます。あとね、グランプリオーダーに入っちゃってるから出てこなかったのか吉田選手。違う、ちょっと待ってね。で、吉田選手も、吉田選手当たりすぎなんだよな。もう吉田選手じゃなければ、あ、ないか、さすがにないか。はい、まあ、ちょっと被んないでほしいな。あわよくばラオウ紅林、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 ラオウ紅林。正隆からの正隆はないでしょ、さすがに。ミキサーなんだから。かぶりはしないでしょ。こい。もう、何回当たる。S ランク、3枚目か？もう、まあいいけどね、A ランク全然持ってないから。まあまあいいや、さっさと戻ります。お待たせしました。さあ、オリ純正でいきましょう。いやー、かぶる。ニューが出ない。
セリーグは阪神一択、パリーグは楽天優勝。楽天な、去年何位に入れたっけかな、俺。結構ね、上位に入れたんだけどね。上位で1位に、優勝に入れたんだっけ、俺。ちょっと、去年の予想忘れちゃったけど、あれ、なんで俺宮城投手、ちょっと待って、ごめん。あの、翔さん、ちょっと待って。宮城投手、なんでこの宮城投手なの、極みの宮城投手作ったの。あ、じゃあ極みの宮城投手でいくか。さあ、極宮城、極宮城でいこう、ね。投球のモーションが追加されたからね。固有フォームが追加されたから極宮城でいこう。まあね、なんか最近ね、リーグが全然勝てなくて、なんで、なんか前までリーグ9と覇王を行き来してたのに、なんか急に、まあ多分あれかな、みんなベスト9とかガチャ引きまくって上位層が一気に上がったからかもしれないけど、なんか全然もう8と9を行き来するような感じになっちゃった。一気に得の上げてなかったね、そういうの忘れてた。裏山ファイナルでストック経験値使い果たして吉田当てた。あー、それはなんだ、欲しかったってことだよね。俺はもう吉田選手マジで当たんないでほしいと思いながらミキサーしてたから。今日ね、ちょっとコントロールだな。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ストライクが入りません。これは打ち取ったんじゃないですか。先生、今年こそロッテ優勝したし、まあ、ロッテもね、確かあれ、俺ロッテ何位にいたっけかな、去年。危ねえ、もう10試合チケット取って早っ。甘い、高いよそれは。ちょっときついな、宮城投手。高額出ちゃった、高額出ちゃったら長期にしたいけど、ミート落ちされそうなのが怖いんで。OK、 佐野選手センターにしといてよかった。2アウトになっています。おじさん、いつの間にか達人合流か追いつかれた。割とやってるからね、ちょこちょこ暇な時間が。最初は変化球できました、ボールになります。2球目は何で来るか。ほえー、吉野部、オッケー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 、助かった、助かった、1点で抑えた。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。あ、3500から3800の大強化は、まあ、まあ、吉田正尚選手はね、大体オーダーに入るでしょ。大体の人がオーダーに入れてるのは、ミート、なんだっけ、広角ついてなくても飛ぶから。大強化だね、それ。これね、ちょっと待って、怖いんだよね。最近ピッチャーの超反応でさ、ピッチャーゴロに、ピッチャーゴロ強襲が普通にピッチャーに取られるからさ、打球を上げないと怖くて仕方ない。やり込むのは名人いけんじゃん。まあ、いけるかなと思って今日やってたんだけど、あ、やべ、やってたんだけど、なんか今日めちゃくちゃ打てなくて、打てなくてじゃない、打ってんだけど打たれまくって、なんか4対7とかの試合とか、そういう感じ、まあ、とりあえず俺が全く打てませんでしたって試合じゃなくて、打たれすぎちゃいましたって試合で負けまくって、5連敗ぐらい、5連敗ぐらいして、今日やばかった。そんな連敗してんのってやめりゃいいのにって思うのに、なんかやめらんなくてね。いや、もうあと1回やれば勝てんじゃねえかっていうのは何回もあったから5連敗してね。やっぱ来た。YouTube 止まるけど、俺だけ止まる？
嘘を下げたいですね。なるほど、そうですね。配信はできてるっぽいけどな。最初は変化球できました。 YouTube 側の不具合とか、ね、今のはよく見ましたね。あ、最初の方が見れなかったね。わずかに外れてボール、ボール先行です。動画自体が、じゃあ配信自体が止まってるとかそういう感じじゃないかな。バッターは何を待っているか。ちょっと待って、そうだ、通信曲がんないんだから集中。落ちる、マルさん、マルさん何してんの。びっくりした、マルさん、それはさすがに。だいぶ、YouTube 普通にたまにバグるからね。いや、うまい流し打ちしたと思ったんですけど、打球が全然上がりません。最近ね、真ん中ぐらい来ると余裕でボール球ないからね。はいはい、まあね、そればっか警戒してると打てないんですけどね。いいよ。ちょっと待って、代打。代打、もやかな。もやかなじゃねえ、胸かな。ラインドライブだから、角が打てんじゃねえ。てか、右バッターにすればよかった。そうですね、この勢い高梨キッチン。高梨キッチンは右バッターの方が待てるからね。集中。オッケーオッケー。走るんじゃね？ちょっと走るんじゃね？あ、走れなかった。ちょっと待って。走れなかったら思いっきり振る。走れなかったら思いっきり引っ張る。さすがに紅林選手のところでは、これね、ノリさん。ノリさんショートにしなきゃいけなくなるんだよね。いや、な、飛ばね飛ばね全然飛ばね。そうでね、こうなるじゃん。まずサード宗、ショートノリ、センター田口、これもうこうなるの。俺のチームだとショートいないから、ショートもしくはセカンドがいないから、ショートを足立さんにしてもいいんだけど、セカンドいなくなっちゃうじゃん。だからまあこうするしかない。ショートのりさんとか累計誰当たりました。自分ガチャ引いて五十嵐。そんなにガチャで当てたの、すごっ。これ10連だけ引いて通常のエースが出たの。ボール球、え、びっくりした、ホームランかと思った。まゆみさんね、みんなすごい同地崩しやがってみたいな感じになってる。まゆみさんね、累計はまだね、ちなみにまだ終わってないです。全然終わんないです。このイベント本当嫌いです。3000万って普通に長いよ。サブアカやばいんだけど、本当に累計終わるか怪しいんだけど。だってまだサブアカさ、あと1日と何時間なのにさ、まだ1300万なんだけど、エナジー使わないと無理だよね。このイベントってこんなエナジー使わなきゃダメだったっけ。あ、出た、大城。大城には代打じゃない、ピッチャーかよ。つってもな、代わりピッチャーが、ちょっとあんまり分かんないでしょう。このピッチャーみたいなピッチャーだと。ストレート B あるからね。ガンガン。でも、通信は E だからね。あら。あ。あ。どうちくずしやがって、この宮本。厚坂さんって阪神純正作ってたって。そういうわけじゃないけど、まゆみさんが好きだから欲しいみたいな。ショートのおじさんのなんか違和感すごいんだけど。
せっかくサードのね守備めっちゃ高いのに、ショートで守らすっていう。そうね、恨みつらみがすごいから、ね、全然アカウント返してくれないという、ね、びっくりした。ツーシーム F か、 F 怖えな、ツーシーム F 怖えな。でも投げよう、ちょっとねこういうピッチャーもいろいろ使ってみたいから。おー、いいコース。デスラかな、わかんないだろどれくらい曲がるか。 OKOK、 よしよしよし。こういうピッチャーの一番いいところがね、あの変化量わかんないからワンチャンあのミスショットしてくれねえかなみたいな、ボンダーしてくれねえかなみたいなところがあるから。初めて半年くらい勝ちました。ああ、あれかな、阪神純正ってことかな。俺もそんなもんだよね。あの前回のソフトバンクで出て、ソフトバンクの人口が多すぎて、大会今度から大会オリックス純正で作ろうってして、今オリックス純正こんな感じだから。いや惜しいね、うん、惜しいをミキサーにしたことを後悔した。しないわ、しねえよ、大城をミキサーにしたことは後悔なんてしない。あ、やばっ、変化量が分かんない、こういうピッチャー。さあブライアント、ほらもう打つ気満々だから、ブライアント、ブライアントでホームラン飛ばそう。ああもったいね、何でも球速がそんな速くないんだな、この投手って。今のはよく見ましたね、はい、インコースわずかに外れてボール、これが3球目。ちょっと待って待って、カーソルすごい下行っちゃった。なんか外野前進か、いけるぞブライアント、お前の力を見せてみろ。追い込まれてるからね、見逃さないでね、俺ちょっと集中力切れると普通に見逃しちゃうから。ボール、あ、何してんの、マジで本当に集中してよ俺、本当にもう勝てるから、マジで。いや、やったね、もう何してんの俺。3回に入ります、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。ちょっとね、次の回の打席マジ無言でやろうかな。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。バファローズピッチャーが2017年にシリバン糸井さんを使ってたらなんかみんなにすごいと言われた。まあでもね、なかなかそういう昔の選手残してる人とかいないだろうからね。その一番いい時の年を残してる人とかさ、羨ましく思う。これ怖いな、これちょっとやらかしてほしいな。あ、怖い、今のボールは怖い。ツーシームいいね、ツーシームいい、どうかな。ボール球ね、ボール球からボール球か。いいボールじゃない、あ、甘い、危ねえ危ねえ、スローカーブ、スローカーブ打たれぞ、あー怖い。さあ何使おうかな、最後決め球は、まあ、高速スライダーかな。いやー流されるか、ちょっとピッチャーこれでしょうかな。いやこれ握手かな、比嘉投手でいこう、フル活用していくよ。 2-3 でしょ、OK、 ベストピッチャーストライク入るでしょとりあえず。あ、落ちたか、落ちたか。投球の全く上げてないの、やっぱねお互いきついよねピッチャー。
もうこれ引っ張ってくれ。OK。よしよしよし。まあまあ1点はしゃあない。この時の阪神の糸井さん、プリ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 って何、どういうこと。内部ストレート動くからね。こういうインコースとかギリボール球がいいんだけど、内部ね。あ、唐揚げさん送りできますかね。ちょっと待って、今何時、それ時間見てなかったけど46分。まあ、やりましょう。これちょっとやばい、 やらかしたかもしれない。あー抜けた続けた。いやー、これはちょっと難しいな。スローカーブで、オッケーボールの、よしよしよし、怖えな、これポテンヒットになりそうだな、このスローカーブは。スローカーブ、スローカーブからのスロースライダーと、うん、あ、その年が一番そんな成績良かった、良かったのか。ないぼ、半年前は2017シリーズの浅野だ。これボール球ね。いや、バリバリのストライク。危ねえ危ねえよ、それロスシュートでいこうか。ボール球ね。うん、見えすぎたな、ちょっと。高速シンカーかな、この辺。終わった終わった、ちょっと、最悪。いや、どうせ失投するならスローカーブで失投しろやって感じだよね。あ、もうスタミナ切りです。ああ、すみません、作業出るな。出ない出ない。ないぼ。もうスタミナないけど、このままゴリ押そう。やったー、マジで。よしよしよし。うざいだろうな。なんで嫉妬すんだよ、あのタイミングで、ね。せっかくね。いい感じにこの抑えられそうだったね。いや、甘いし。あのシュートとか ストレートなんかあんまり、そのギリボール球とかに決めたいんだけどさ、決まんないね。いや、それはもうダメです。ナイス胸、マジでやったわやったわ。イランホームラン打たれたわ。せっかく勝てそうだったのに。いや、まあこっから勝てばいいんだけどね。そんなに落ちないね。バファローズ点差がつけられて、ジャイアンツピッチャーが変わります。浅村選手はね、セカンドで広角持ってるしね、強いよね。誰、中川としてアスラの極み、いいんじゃないの。強い。この前極みにしてよかった。あ、極みになってねえか、超合板いいね。ちょっとこれミート打ちでいいや。どうせ飛ばないでしょ。どうせレフト正面とかになるでしょ、強振で打ったら。やってるね。意外といい試合するじゃん。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球ストライク。どうしよっかな、強振でいっか。強振でどれくらい飛ぶのか見たい感じするし、ね、ちょっと待って、やばいやばい、喋ってたら追い込まれると思う。いやー、これ飛ばん。ボール球だったかな。カーソルもうちょっと下入れないと。低弾道だからね、あれ選手は。いや、ちょっとね、こういう窮地に追い込まれるとなかなか手出ないね。際どいボールとか、ハーとか言わないで、ホームラン打ったぐらいで。いや、あ、オッケー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 。今ぐらいのあたりすげえ怖いんだよ。やべ、代打出せなくね。終わった、終わったな。いや、まあまあまあ、スピード統一だから。これが1球目、微妙なところを攻めてきます。ストライクで
球目は何か。インサイド打ちました。怖い。あ、終わる。ツーアウト、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 ストライクです。危ねえ。田淵さんのこの変な打ち方、変な打ち方って言っちゃうな。オッケー。いいよ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 、松本いいよ。よしよし、1番まで回した。意地。これホームラン打てば。あ、怖っ。ちょっと待って。マジで集中。ホームラン、ホームラン。やべ、めっちゃ緊張する。OKOKOK。最悪フォアボールで、ね。まあ、2番ブライアントだから、2番のブライアントに決めてもらいたいな。やばい、これちょっと待って。振らないと、こう。いやー、なんかスナック入れてくるかなって。ちょっとね、まあ、いいんだけど、2番のブライアントに打ってほしいという気持ちがすごい。オッケーオッケー。よし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 。あ、そう、高速。当てないで、ブライアント。あ、ブライアントじゃねえよ、2番。マサタカか。よしよし。あ、でもいいよいいよ。逆にこれはブライアントが。もう、マジか。やっぱこの男に決めてもらわないとな。まあ、俺はね、やっぱこの男に決めてもらわないとダメなんだよな。いや、こういう時にいいコース決めるだよ。よ、落ち着いてるよ。大丈夫大丈夫、うん、フォアボールだけは良くない、ブライアントに。これタンダ打ちすぎじゃない、俺。タンダ9本。ホームラン打てないっすね。ポイント負け。今日の解説は、小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。何このめちゃくちゃいい試合。伝説のハマって。危ねえ。いや、悔しい。悔しい。マジか。なんでブライアント最後。ああ、お嬢さん、対戦ありがとうございました。荒川ホワイターズさんはまだいるかな。ちょっとオーダー変えてこよう。楽しい、純正。バースじゃねえよ、ブライアント、ブライアント。ブライアント。入れて。まあね、2番だね、ブライアントは。入れるとしたら。いや、マジ大城。マジ大城。いや、ちょっと。大城もういないんで、うちのチームに。大城、うちのチームというか、まあ、ベンチにもいないんで、はい。あれかな、荒川ファイターズさんは、試合がなかなか順番回ってこないか、落ちちゃったかなって感じですかね。今まだ入ってないとこ見ると、次回ミキサーで大城出るまで終わりません。やらないよ。いや、マジいくらかかんだよ、大城選手のために。 S ランク補充しないと。ミキサー用の S ランクをどうしようかな。まあ、唐揚げさんやりますか、じゃあ。あ、じゃあね、厚高さんだ、厚高さん。お、厚高さん先だ。あれ、厚高さんって入ってた今。まだ入ってない。あ、入ってるね。入ってるけど。厚高さんやって、唐揚げさんやって、今日は終了かな。時間も11時過ぎちゃうので。いやー、
マジで嫉妬ホームランいらんかった。もうマジで一番悲しい嫉妬ホームラン。なんでそんな嫉妬する俺。ああちょっともう嫉妬だけはもう二度とねしないように気をつけないと。これは厚鷹さんはちょっと時間かかりそうかなと思ったら入ってくれたね。 OKOK。 厚鷹さんやって唐揚げさんで今日は終わりますか。ミキさんもファイナルミキさんもやったし一通り対戦もできたしいいね。うん、よし。やべえ、TS 藤波。TS 藤波選手はやばいな。ね、急に来る、この強い強投手。リア対強投手も。マジで打てないからね。とりあえず振り送れないようにしよう。まあね、振り送れなければワンチャンヒットになるから。先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ、注目ですよね。そうですね。インコース。いやー、ストライク入れて欲しかったね、初球は。カットボールでいこうかな。2球目は何で来るか。OK、OK、OK。センター打球伸びる。バッターは DH 柳田。噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。いや、どうしよっかな。推進ね。いやー、入んないね、ストライク。おお、ラッキーラッキーラッキー、それはラッキー。ツーアウトになっています。この回の噂は4球でツーアウトにしています。スライダー長径にした方が良かったな。はい、そうですね。いや、ボール球だから良かった。長径にしてアウトコースのスライダーを打ってもらって打ちました。弾き返した打球はいいね、作戦通り。さあ、これからタイガースがよしよしよし。今日どうしようかな。あれだま、TS じゃない藤波選手ですらそんなにね、対戦リアタイ使ってる人いないからね、あんまり慣れてない。藤波投手自体慣れてないからね。フォーク結構ぬるって落ちてくるね。これ9位は C か。動きするね、これ。明日予定なのにね、まずお疲れ様。あ、翔さんもロッテさんもお疲れ様。ありがとうございました。ちょっと待って、そうだった、忘れてたわ。松坂さん当てようかなって言ってたわ。ブライアント走ったろか。ブライアント走ったろ、暴走したろ。よし。怒りのエンドラン。素直しろと亀様のホームランはとても気持ちよくて、くそマジくそ。でもうまかったな、上井選手のホームランはね、見事だった。大塩選手の、大塩選手のもな、ちょっと QEB のストレートないけんだろうと思ったら、もう見事に打たれたから、まあお見事でした。悔しいな。とりあえず嫉妬ホームランだけはちょっともうマジで嫉妬しないように気をつけないと。もったいなすぎたね。何やってんの。ちょっと待って、ゲッツになるとは思ってなかった。ちょっとダメだね、喋りながらやるとダメだね、配信者失格の発言だけど。ナイスデッドボールじゃないよ。ブライアンと怒りのエンドランしたからね、ヒットエンドラン。走ったか、ブライアンとか走ったって思う。ちょっとキャッチャーも多分驚いてたと。あ、やっぱ甘い。危ねえ。詰まらせたいストレートで。ベースピッチャーさすがにストレートないんでしょ。 OK。 で、まあ、さっきカットボール投げたあたりからスライダーでボール球。いいよ。ちょっとアウトコースフォークはね、結構打てる人多いからあんまり投げたくないんだけど、1球ぐらいはね抜けるか。抜ける、しゃあない。
手の先さんで取れないな、しゃあない。6番ヒットでランナーを一塁に置いています。ないぞ。初球からツーシームを投げてきましたね。もうちょっと低くいきたいですね。よいしょ。どうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。どうしよう。カットボールさっきちょっと詰まってたんで一球投げようか。あーコース、コントロール、これだな。サークルチェンジのボール球、ここに投げればいい。でもストライクゾーン入ったら終わり。はい、ナイスボール。ここ強え。ここのサークルチェンジ絶対使った方がいい。ベストピッチできる人は、俺はベストピッチできないから、運良ければベストピッチみたいな感じだから、あんまりちょっとね不安要素大きいんだけど、今日なんかベストピッチすごいぞこの試合。いいよ、打ち取るね。いいいい、これはいい。さあホームラン打ちましょう。長距離だけど落ちるよ。フォークはいやー、うまく流したんだけど、吉波投手ムーズ。うん、うわーむずいな、マジで早いから。あーちょっと待って、そっかカットボール忘れて。アウトコース変化球が決まってストライク。いやスライダーね。いやーやべ、広角出てるけどちょっとあんまり飛ばせる自信がないぞ。初球ボール。さてバッターボックスの坂本、どういうバッターなんでしょうか。いやいいバッターですよ。ボール球振ってんねー。できる頼もしいバッターですね。なるほど、そうですか。フォーク来るんじゃないかな。来たけどボール球だったね。さあワンスリー、長径ワンスリー。いやマジで正面しか飛ばん正面しか飛ばんのだけど。いやまあまあ抑えてくからこのまま噂通しでもいいんだけど、いやちょっと怖いな噂通し。近本選手ベストナインかな。大歓声を背に打席に立ちます。ですよね。ここは期待に応えたいですね。いやー打ちそう。ちょっとストライクゾーンのスライダー。そうですよね。いやボールもちょっと。いやマジでボール球か。いや入れてほしかったな、ストライク。はい。OKOKOK。もう一球。待ってやべえ、外野前進だったな。まあ。大丈夫かな。インサイドよしよし、ファウルボールです。引っ張り警戒してゲッツーでもいいけどね。ボール球のフォークでいこう。あとストライクだね。オッケーオッケー、アウトならいい。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席には菊池が入ります。うーん怖い。バッターボックスには代打の村上。タイガースランナーを進めています。いやー投手交代すべきかな。いやもう俺0点に、ここ0点に抑えるために。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですか。 OK。 これはさすがに走れないでしょ。よし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 、いいよマジ0点に抑えてもいいかな。ボール球の通信、ナイスボール。さっきカット投げてたあたりのストレート。OK。これはカットでストライクに入ればなおよし。あら。あら。まあ。もう通じないか、さすがに。ナックルカブ投げてなかったね。忘れた。一球投げとこう。ストライク入れてほしかったな。いやーきついか。って交代しよう、噂投手。切れてたけど、得の相手出てないけど。これはどうしよっかな。リエイラ。君に決めた。
急速でゴリ寄せ、何の連かあったけど、初球ボール、いやもう嫉妬ばっかり、マジで嫉妬多い今日、二塁はセーフ、何してんの本当に。まず何を投げてくるか、高いね、終わった、あーラッキー、最悪もうバース取ってよ、そこは。あーよかった、終わった、ラッキーからの最悪の転落の仕方が非常にもう悲しかったよ。いやちょっと点取られすぎたな、失投がいらなかったね、何よりも広角出たけど、さすがに代打出しましょう、とりあえず引っ張ろうだっけ、早いけど、球早いけど、さすがに打ちますさすがに打ちます、負けてるんで、あれかな、嫉妬俺が投げたから嫉妬投げてくれたのかな、ここは追い上げたいですね、いやこのチャンスはね繋ぎたいですよね、そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか、うわマジで分かんない、そのストレートと通信、低め、集中、オッケーよー、普通よー、オッケー、フルカウントです、いやマジボール球で勝負してくるか、いやストライク取りだと思ったな、さすがに、ちょっとね振り遅れないことの、いやーえぐ、そのライン上にストレートはえぐ、2球目は何で来るか、オッケー、2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました、いやーそれツーベースなの、長剣なの、足速いね、よしもうちょっとブライアントマジで決めてくれ、ホームランで決めてくれ、デッドボール当ててそれ怖いんだけどさすがに勝負か、際どい、今のはボール球だったかもしれないけど、いいよ、サヨナラのランが出たんで決めたいな、ホームランで決めたいな、やっまあまあ切り替えていこう、切り替えていこう、今さっきバース取れなかったからね、ファーストフライ、ファーストフライなのかな、じゃあもはやライトフライの気がするんだけど、ここでねバッティングで取り返してほしい、バッチで集中、オッケー、ワンツーワンツー、追い込まれるのには打ちたいけどな、いや、ありがとうございました、はぁ悔しいいやブライアントがヒット、いやもはやヒットだけでハッって言われるブライアントブライアントの意に嫌われ方がすごいんだけど、ありがとうございました、いえこちらこそ、マジでさ、いやブライアントでホームラン打ちたかった、さすがというっていいのかなんのか分かんないけど、ブライアントでね、ブライアント1打席目デッドボール当ててきたからね、うん、常識となってるからね、うちの配信では昔から見てくれている人ほどブライアントを見たらデッドボール、ブライアントを見たらデッドボールっていうその脳への刷り込みがねみんなあると思うから、お願いします、こちらこそ、はい、お願いします、ちょっとね、あ前回どっちだっけ、勝ったんだっけ、負けたんだっけ、忘れちゃった、勝って、ま、いや前回負けたな、その1個前が確か俺勝ったから、前回は強制されたんじゃなかったっけか、
じゃあ千賀投手きついかな。先頭バッターを、さあそしてバッターボックスには吉田が入っています。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。うん、初球ボール球です。もうもうバカし、もうバカすぎえ、超高速じゃない、超高速じゃない、これ高速。もう失投多すぎるよね。あとちょっとコントロールが悪すぎる。あと一歩打たれたら千賀投手交代ね。高いし、もうコントロール悪いし、その甘めに行こう。甘めがギリなんで、はい交代です。はい交代です。ダメです。千賀投手は余裕で打たれるみたいです。なのでちょっとね、系統を変えたピッチャーでいこうかな。西フォークでもよかったけどね、タイマジンでも。タイピン出ない状況下でのムービングそんなに上がらないから、ちょっとこれ厳しいかもしれない。甘すぎる、甘すぎる、マジで。投げ損失って、いやいや全然いい、全然いいけど、俺が失投投げちゃうのがバカすぎるっていう話だから。今日ほんとランク戦やってる時もそうだったし、配信でもこんな失投するってやばいよね。そう考えると失投での失点率がね高いんだよね。毎回ホームを打たれるからね、失投投げて。あー甘い、非常に甘いです。よろしくないです。これちょっと引っ張り警戒して、抜けないように、打球が抜けないようにして。走ってきませんね。ガチャガチャガチャ掘り、ほいガチャ掘り、ランナー動いてくるか、ガチャ掘り、いけ、いや全部外れ、爆死。とりあえず気を待つんじゃないですか。爆死もうダメですね、これタイピン出ないですね。交代です。はい、お疲れ様でした。大魔神でいこうか。大魔神ね、なんだろう、疲労してからのが強いからね。よしよし、もうちょっとゲッツーシフト強気にいこうぜ。最後、フォーク、ボール球ね、ボールボールで、ボールからボールで、OK、それよ、本当は追い込んでからあえてもないけどね、さあ、ツーアウトながら、ピンチは続きます、まあ、この点差を保って、攻撃に移りたいですから、ああ、マジで、いや、際どいとこ入んないね、いや、これちょっと怖いな、よいしょ、いやー、ストライクじゃないか。まあ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 抑えてるからいいでしょう。いやマジ千賀投手、船木さんの時は千賀投手ダメだってことだがよくわかったわ。うん、得意みたいだ。大谷選手ちょっと振り遅れそうだから、ちょっと早めに振ること意識しておこう。オッケーオッケー、よしよし、でマジイグイさあブライアント、あっ打順は3番柳田、ワンアウトになっています。いけると思った、あれがちょっとボーとした、ストレートのことを忘れた。なんちょっとマジ本当でこの落ちない抜けフォークが苦手すぎる。初球ボール、うん、スラーブみたいなやつね、高速カーブだと。ストレート振り送るね、ストレート振り送るね。いやマジマジうまい、うますぎる、坂本さんうますぎる。ちょっともうデイマジンでゴールしていこう。スタミナなくなってもゴールしていこう。今日ねラストの試合なんでね、
は代打の中島、うん、サニさんまずは出塁してチャンスのキックゴリゴリにデイマジンで、いやきっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、使い倒していこう。あー高い、それ終わった。あー大きい、ここは打ち上げています。この先抑えてワンアウト、打順は1番に帰ります。バッター山田、先ほどはツーベースを打ってますから、いやこれちょっとやったかな、もうちょっと。あー危ない、あー危ない、それ危ないね、それ。まずは先頭バッターを打ち取っています。高いってだから。おナイスショート、守備範囲広。バッターは今日 DH に入っている吉田、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。引っ張り警戒しとけばよかったな。なんかさっきからデーマチが高いんだけど、ボールはツーアウトランナーありません。引っ張り警戒して、さあ2球目は何か、落ちる方のフォーク、2球目打ちました。よし、いいね。もう今度から大魔神毎回当てよう。唐揚げさんの時大魔神めっちゃ当てよう。まあね、もう何回も対戦してくれてる人とかはね、この配信で対戦してくれてる人とかはもう苦手なピッチャー分かるんで、その人で当てまくろ。俺はてかやばいね、0点だからね。簡単に終わらせたくないですからね。集中頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。いやマジで、あーラッキー。先頭バッター出ました、バファローズ、ノーアウトランナー一塁です。バッターボストレート振り遅れないようにすんね、バリバリ振り遅れない。振り遅れなかったけど、これはうんだよね、飛んでないもん、打球が死んでたもん。集中やってる、あ終わった。マジか、もう速攻で大魔神出せばよかった。マジか、大谷選手そんな打てない。ちょっとねしょぼすぎたね、やばいやばい、すごい3連敗よ、ラスト3試合3連敗よ。ね、いつも対戦しに来てくれる人たちで3連敗っていうね。ああま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 あ、まあ、ね、そう意外と打てそうで打てなかったな、まあ、まず振り遅れてる時点でダメだね。うん、次デーマジン来たらボコしますよ。いやもう言われるもんなんやってみろとね、俺は言っておこう。怖え怖えけど、もう大魔神ちょっとランク戦で使って研究しないとな、どういう配球が強いか。大魔神ね、ランク戦だと結構ね打てる人結構いるから、2種フォーク、普通に2種フォークとか嫌いな人は打たれないんだけど、よくわかんないけどね、ランク戦大会だとめちゃくちゃ打たれないけど、ランク戦だと打てますみたいな人多いから、あんまり使えないんだよね、ランク戦で。だから抑えのところにいるだけみたいになっちゃってるから、ちょっと使っていこう、来週までにね。大魔神のやばい、銃撃実行したんで。いやーそうね、そうだったね。いやーまあ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 、今度こそ俺が勝つというね気持ちで来週配信臨もう。うん、余裕です。やばい、どんどん有言実行とする言葉がどんどん出てきてる。この辺で配信終わっとこう。来週コールドしますとか言ったら多分そのまま本当に有言実行されちゃうから、はい、終わっときましょう。はい、じゃあまあね、とりあえず最後の唐揚げさんとの試合で今日は終わりということでね、また来週も同じ9時から21時から23時ぐらいの目安にやっていくんで、よかったらねまた来週も対戦よろしくお願いします。はい、ではご視聴いただき、対戦していただきありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。